さあゲストが選ぶ名曲3選をお送りします、はい、歌姫小柳さんが選ぶ女性歌手の名曲を発表します。わー見たい。お願いします。松田聖子さん入りますね。やっぱやっぱ後輩アイドルですけど入ってくるんですね。心の岸辺に咲いた赤い後輩なんスイートピー。あー高橋真理子さん。あなたが欲しい、もっと奪って心を。歌って感じするな。あなたが欲しい、愛が全てが欲しい。確かにこれルミルミで聴いてみたいっすわ。カバーで。いやー歌えない。こんなに上手歌えないっすか。出た桃井さん。そうこれ78年か。意外とそうなんです。もっと前の気してました。もついつい大声になる。バカにしないでよ。わあおもろい曲やな。そっちのせいよ。ちょっと待って。プレイバックプレイバック今の言葉。プレイバックプレイバック。ああという選曲でした。ああどれも名曲ですけどね。ねえですね。高橋真理子さんの、はい、そういうはどういった思い入れがある曲ですか。はい、真理子とはもう今も親友なんです。あらえそうなんですか、うん、あじゃあグループ時代からもうペドロンドがペドロの時はレコード会社も同じで。そうか。で真理子も福岡出身なんです。ほんで五番街の真理も72年ぐらいですもんね。そうかな。73年そのぐらいです。当時売れてた2人、うん、でディレクターも同じだったんで。そっか、うん、だからもう50年来の友達で、そこ進行あんねや。すげー、もうそれこそ昨日マリコから、メールが来て、はい、ハワイ帰ってきたからご飯行こうって、ちょっと時差ボケが治ったら行こうねっていう。すごい仲いいっすね。もうね仲いいんですよ。でマリコのコンサートにも、うん、行くし、ね、今でも、うん、マリコも私のコンサートを見に来てくれる。どっちも生きて行きたいですね。それでねやっぱりねお互いにその認め合ってリスペクトしてるんですよ、はい、もうマリコの歌は私はね女性大人のポップスシンガーで、うん、もう1位だと思ってダントツだと思ってるんです。歌唱力がすごいですね、うん、それとそのスタンドマイクでね、はいはい、もう動かずにそうですわ歌を歌うってね、うん、そのイメージあるでしょ。このまっすぐ立ちますよね。なんなんすかね、振り付けなしで。マリコによくこうやってね、あ動かずにね、うん、歌えるね、うん、って言うとマリコはルミコよくあんなに踊りながら歌えるねっていう。まあまあそうか、対局や、うん、マリコさんからするとそうすると、すごいね。もうマリコもああいう風に見えてものすごく繊細で、そうか、もう時々ね私がねもうカツ入れるんですけど、あれだけね、うんもう不動の地位を、ねうん、築き上げてきたシンガーなのに、うん、時々自信をなくしたり。そうなんすか。そうあんなにすごい。だから私が何を言ってんのってもう誰が出てこようが、ね、何があろうがマリコの歌はね、いやいやもうもうね最高なんだから。すごい。いやそうっすよ。でもう背中ポンと叩いて、いやそういう関係、若い世代も好きですよ。いい関係、やっぱ高橋真理子さん最高ですよ、ね、今でも色褪せないですから、ね、さあそして、うん、山口百恵さんのプレイバックパート2もね、はい、選んでいましたがどうですかこの曲。百恵はもうどの曲も全部好きなんですけど、はいはい、もうそれこそ百恵が現役の頃は一番の大親友だったんです、うん、そうなんですか。でもほとんど歌番組だと一緒で、はい、そうか、うん、だから仕事が終わったら二人で食事に行って、で私が家まで送ってって、もうそういう妹みたいに可愛がって、お姉さんみたいに慕ってくれて、もうねあの子はね本
当にマイクを持つと豹変するんだけど、はい、マイク置いたらもう普通のね女の子、おとなしい女の子なんで、なんかクールなイメージあるんですけど、普段はめっちゃ明るいんですか？あまり余計なこと喋ったりしないですね、はいはいはい、で好き嫌いがはっきりしてるから。なるほど、うん、あじゃあ割とイメージ通りというか、そうですか、そんなゲハゲハ笑ったりはしないです ね、 そうそうね、非常に落ち着いた。やっぱ伝説っすね、その出てくる名前とかが。そうですね、すごい年代やわやっぱ。この